鎌田に逃げられたらチオが激怒、笑。ファビアーニ、昨日鎌田の契約が終了し、突然彼の取り巻きが去年の契約を繰り返すという別の提案を持ってきました。私は脅迫や強要には屈しません。この状況は受け入れがたいものであり、失礼です。彼らにはもう興味がないと伝えました。くさ。ラチオサポが鎌のこと裏切り者扱いしてるけど、ほんとイタリア派手のひら返しがすごいな。シーズン当初は鎌いらねしてプドが来たら、鎌いるねのくるくるしてたくせに。そりゃ鎌のファンじゃなくてクラブのファンなんだからそんなもんじゃね。別にそれは不思議でもないしひどいとも思わんが、すごい功労者なのに叩いてるってわけでもないし。鎌は別に悪くないんだが。この去り方で叩かない欧州サポの方が少ないんじゃないかな。アトラさんのクラブ手の忠誠心派幼少から培われてるから理屈じゃないんだー。